クラーレとは、南アメリカ一帯の原住民によって、狩猟に用いられている毒物の総称である。地方によって成分は大きく異なるが、いずれも矢に込めて使用される。日本では毒物及び劇物取締法により、毒物に指定されている。大航海時代最盛期の16世紀になって、ヨーロッパ人が南米に足を運ぶようになると、原住民との接触、対立が起こるようになり、 その際に狩猟、戦闘において用いられた宿の成分が注目された。それらは地方によっては、クラリ、ウラリ、ウーラリなどと呼ばれていた。その後、1595年にオリノコ川地方を探検したウォルター・ローリーの書物、ギアナ帝国の発見によって、クラーレと呼ばれたことから、以降この名称が定着した。これらの本来の意味は、鳥を殺すという意味である。 クラーレの使用法、原料、作用については、クラーレ自体が原住民の秘密であったこともあり、ほとんど知られなかった。そのため、ヨーロッパの書物では、想像を交えた魔術的なものとして描写された。そこでは、クラーレは血を逆流させたり、中毒者に激しい苦痛を与えた末に命を奪うものとして描写された。その後、 18世紀半ばにシャルル・マリード・ドラ・コンダ・ミーヌが、井戸沙一道に相当する、四五千個長を比較するための、フランス科学アカデミーによる、即地遠生体に参画の後、アマゾンに科学調査に入った結果をフランスに、帰国後科学アカデミーの開放に報告した際初めて、包括的にクラーレをヨーロッパに紹介したことを、皮切りに、長年の探検家たちの努力により、クラーレの詳細については吹きや、 槍に用いること、特定の数種類のツル植物から作られること、中毒者は麻痺した末に死亡することの3点が判明した。特にアレクサンダー・フォン・フンボルトが1800年に、オリノコ川一帯で行った調査により、製法の詳細が判明した。それは、特定のツル植物の樹皮を突き固めてから水を加えて、露過して煮詰め、別の植物の樹液で粘性を与える、というものであった。 19世紀に入ると、イギリスの冒険家、チャールズ・ウォーター・トンラにより、クラーレを投与したロバに、不意語で人工呼吸させると息を吹き返す。つまりクラーレは、呼吸を麻痺させる作用を持つことが判明。このことを知ったクロード・ベルナールは、カエルを使った実験により、クラーレを作用させた筋肉は、電気刺激に反応しないことを確かめた。つまりクラーレは、 神経の伝達を遮断する作用を持つことが明らかになったのである。その後、植物学者によりクラーレの原料に用いられる植物の種類が判明していった。各部族により名称、材料は異なるが、用いる地方によって大きく3つに分けることができる。この分類はルドルフ・ベームによるもの。クラーレの木これらの成分は原材料は異なるがともに、 アセチルコリンのアンタゴニストとして作用することにより骨格筋の神経伝達の遮断を引き起こす。しかもこれらは消化管からは吸収されない。20世紀に入るとクラーレの主成分が分離されるとともに医療への応用が考えられるようになり手術時の筋弛緩剤への応用が試みられた。当初は呼吸麻痺が問題となったが 人工呼吸器を用いることにより問題は解決した。トキシフェリン溶液自体は不安定であるため、誘導体塩化アルクロニウムが F、ホフマンラロシュからスジシカン剤として販売されている。構造の4級塩基に注目した結果、デカメトニウムとスキサメトニウム、ヘキサメトニウムが開発された。ありがとうございます。